そういう小細工し始めた。だから明日まで。いや、一生働いてもらうわよって言われて。なんかさ、おばさんってか、ゆうきって写真下手くそ。タツコ。タツコ。つけおつけべつけべつけべのやつセカンドストリートです。どうぞご覧くださいということで本日は日高に来ております。こんにちは。橋畑 in 渋谷ということで久々に一緒に乗りますね。そうですね、最近全然2丁目で見ないですから。じゃあ参りましょう。じゃあ参っていきます。ということで本日はダニエル君も来ております。フロム台湾でございます。台湾、台湾。それでは私たちに乾杯。お願いします。どういう感じでやったの？2022のバンカク、そう、タイレンド。でも初めてのFirst impression。 第一印象が朝食のホテルのバイキングであったんだけど、友達が朝の5時くらいにもうホテル作って行った。朝5時だよ、飲んでるじゃん普通に。普通にね、朝の5時なんてね。そう、当たり前にね、飲んでるからオールで寝ないで待ってたので、その迎えてから友達とご飯行ったらそこで会った。でだから5時に迎えてご飯行くって言ったらもう7時くらいじゃん。7時のオールしてる状態でさ、もうあとね、ひろやくんの本当に瀕死の顔って本当に面白いしね、うん、あの、目はこうなんだこうなる、こうなるよ、これそうだ、そういう状態で見てるから。なんか、あー、なるほどね。あの時、私は一枚元買いました。いたんだ。セームホテル、私結婚してたの。あら、そう。台湾はできるの？できる。あ、去年の3月に結婚して12月に別れた。え、なんで？ Different goals。 その目標違う。ああ、もう自分たちのあれが違うんだ。よくあるやつね。価値観の違いみたいな。価値観の違い、価値観の違い。まあでもそういうことあるか、うん、一緒になって結婚して。いやいやいや、結構ねバカなの。あの、見切り発車で物事を決めるから。その時の自分のこの感情で。そう思うとさ、ひろや君ちゃんと結構一つずつ堅実にちゃんとし、慎重ではないか。いや、慎重です。ちゃんとやれるよね、多分ね。レモンかけていい？かけよう、かけよう。急にそういう小細工し始めた。意味わかるか？じゃあ、ほんまひろやくんって33歳で、ダニエルも36歳。これをこうつけるよ。あ、今日本に住んでるの、ダニエルは。今一緒に住んでるの？昨日まで沖縄に行って、うん、で、一緒に。そう。あ、でもプライベートの本当に旅行で。そう、ね、今滞在してどれぐらい？東京ですかね。東京ですかね。台湾のビザ。あと他は？今3ヶ月3ヶ月です、はい。じゃあまたこう行ってまた戻ってくる。メイビあ、ゲソ焼きって頼んだらこういうやつが来た。またレモンかければレモンかけた方がいいんだよ。夢ならばどれもよかったでしょう。台湾なんだお前がやったのにもうちょっとうちら歌った時乗ってよ。やばい、調子乗ってちょっと早く飲みすぎた気がする。なんで来た物をなくすと集中力の何、欠落がすごい。だってこの前が沖縄、それ5日間行ってきて、僕のライトとスマホを水没で、サングラスなくす。それはどういう理由で水没したの？スマホを僕がポケット入れてて、で、普通にこうやって写真を撮るかなと思ったら、ダニエルが急にこう抜いて、僕をこう乗せて、おとととととと、バシャーンみたいな。最初はこれ、いい写真。来るよ。ここで携帯が？あー、入った。あれ、ごめんね、したんだけど。そうでした。もう many times、うん、でもスマホが治るまで許さない。だから明日まで体バレ体バレ
ボディペインっていうのそうですボディペインでもボディペインって自分に自信ないと言えないよいや美しいから使えるよねあれしね、うん、その辺やらかしたわボディペインどうあれしなんかやらかした時あんたに対してボディペインいや一生働いてもらうわよって言われるなんかさおばさんたちにはモテるおばさんたちにはモテるんじゃない視聴者ね視聴者のこと言ってないからおばさんたち視聴者怖い沖縄が盛り上がるのってさあでも6月ぐらいからか5月の20何日行った時はまだ梅雨だったよ、うん、だから6月なのかな僕らが泊まったところが新しくその沖縄の友達がねビラを出したのへーそう琉球ブリーズっていうところへーマジでプライベートビーチがもう湾がこうやって囲まれてるから湾がプライベートなんだよほとんどプライベートそこに泊まってる人しかほぼいないみたいなじゃあそうだねあとは森と現地のおじさんたちがいるからオーマイゴーこれえこれ iPhone のカメラうんそう iPhone のカメラていうかさすごくないこれおしゃれに撮りすぎよ実際に見えてんだこの星がいやこんなには見えない逆に iPhone だからそれがこの夜景夜景モードとかそうそうナイトモードでナイトモードでやばいよやばいよねリアルプラネタリウム那覇もいいけどやっぱりそういうところもねおすすめ自分でやればいいのこれライトは何当ててんのスマホのフラッシュライトだけど普通にパッて撮ったら光るだからごめん撮ったらさ3、2、1パシャってゆっくりになるやつだはい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 それの7秒設定の2秒くらいにライトを当てる勉強になるわやってほしいやっぱひろやくんはさやってあげるちなみに僕じゃないのこの案はでもさ映像とかも自分でやってらっしゃるでしょだからそういうハングリー精神はあるわけじゃないっていうか私は YouTube7 年やってるけどないてか有権で写真下手くそこれだからこいつ腹立つのよちょっと祭りごととか行った時にいい感じにこう食べてる姿撮ってって言ってあれしょパチパチ撮るでしょ撮ったよって言ったらはいって言ったらマジでもいい写真多いじゃんねなんかポップな感じのさでもあれじゃん大体でも写真持ってここの画角でってまず押さえるのここでここで撮ってこれ指原も感じるよな指原ちょっとマジで下手だわえあんた人のことあんた指原にそれは失礼指原もうまいどちら下手やろなんであんたら間でやってんのこれ梅梅春のでしょ梅は梅なそう梅なキスキスすれば日本語って同じワードで2種類そうめにねぎの英語もそうでしょいやでも日本語もっとじゃない英語はもうなんか同じ単語言ってれば通じるから金玉って金玉ナッツっていうナッツ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 サマーナッツ You're nuts ってこうあの金玉のこと言いますよね英語でナッツピーナッツピーナッツ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 チキン玉何言うのお酒強いのえ台湾はどういう飲み方韓国だとコリアンだとなんかこうこれでシャーシャー飲むシャーシャー台湾はスタイルゲームゲームじゃんけんぽんちょっと待って私台湾の流行ってるゲーム聞いたじゃんけんぽんじゃんけんぽんだったこれは、はい、これゼロです。五。ああ、なんで？うん。え、乾杯together。五。じゃあ、you lose。負け。ああ、オッケー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 。十。オッケー。じゃあ、負け。せーのとか言わない。すごい。はいはい。せーの、五。せーの、十。十五。ゼロ。五。10あこれ日本でもあるのよあるうんいや台湾の場合はそういう飲む時のコールはありますかないつまんないね乾杯日本の花って言われる
つまんない。いや花火やったの。ボンってなるやつあったんだけど、もうボンもなんか火の玉が。あーそうね、日本もね。その後、開かないってことね。台湾の花火は、そう、デンジャラス。デンジャラス。確かにでも、有名だよね、花火ね。だって、101からさ、あの、カウントダウンの時にさ、ブーンって。でも、台湾はだから、何かしら空に打ち上げたがるよね。ダニエルが、ゆうきにすごい腹立つから。ちょっと嫌い？ああ、ゆうきすごい辛口？辛口。なんかさっき言われたの、早い。辛いの全部同じ味だから。全部。ちょっと待って。ちょ、じゃんけんしようよ。じゃんけんしよう。俺はじゃんけんしようよ。最初はグー、じゃんけんほい。私のロッチじゃないよね、これ。最初はグー、じゃんけんほい。はい、ほい。言っとくね、あの、僕はね、達也と結城よりもお酒強いから。オーマイゴーッ。あと一番少ないの。ほら、あん、乾杯。ステータスも多分ね、実はね、今日のその、今日のこの撮影、本当はここ3人でする予定だったんだけど、スマホをね、僕の水没させたので、それを今日直すためにずっと今日一緒にロボットサウンドのアップリケーションショップ行って、で、その直前まで一緒にいたので、 Wi-Fi で頑張ってもう復活させようと思ったんだけど、まあ間に合わなくて、で、この後ジム行く予定だったんだけど、このままバイバイしたらテザリングもできないし連絡取れないから、とりあえずついてきてって言って、で、ついてきてもらった流れで今撮影に行く。ではスペゲスです。だから、あれはスペゲス。スペゲス。スペゲス。日本語はスペゲス。トブトブスペゲス。スケベなやつ。スケベ。スケベやつ。じゃあ、ノ。スケベ。スケベ。ノ。ノ。やつ。スペゲのやつ。スケベのやつ。スペゲのやつ。スケ。あ、スケベ。あ、そう、やつ。スケベ。スケベ。ノ。やつ。でも、あれよね。いや、あのね、最近ね、達也の「でもあれよね」って時は頭振り返ったりしてる時だよ。過去ね、「でもあれ、でもあれだよね」っていう時は次のこと考えてる。考えてる。やめた。すごいよ。でもそうやって間をつなぐのって、マジで大事だよね。関東人でそれできるのがすごいと思う。関西人はなんて言うの？関西はもうその、でも一緒にあれやんなって言う。あれやんな、なまりが嫌いだから、なんかしら言ってる。ああああああ、なほんでなほんでな。関西、大阪と東京は喋るのがちょっと違う。ちょっと違う。関西ってでも関西人の方がバカなの。でも可愛い。なでやなでやなでや可愛い。関西はほんでなの、ほんでなって言うんだけど、ほんでな。フランスはなんだけど。ほん、水分足りんか。ほんでとかほんでなとかって、ほんでって言ったら今まで話してたことの同じようなことを言うと思われるでしょ、関東の人は。どういうこと？うんうんうん、まあその続きの話を、続きの話の本で、本でない。関西人って、つなぎたいだけやから、本でなって言って、全く別の話する。本でちゃうねん、ちゃうねん。そう、あれ何？私さ、ほんと見事に関西の友達しか周りにほぼいないでしょ。ああすごい。まだ怒ってなかった。あんたもそうじゃん、関西でしょ。あのダンサーの人のリサーもそうだし、まあちょっと名前言っても分かんないけどさ、何人かいるわけなんだけどさ、テンポ早いのよね。で、違う話をしてもそのまんまいけちゃうのよ。で、本当にさっきの話も何言ってまた戻るのよ。で、あ、これ関東人で、このデーが嫌いなの。私からしたらこれ関東人です。デーが嫌い。台湾もそういうのあったりとかするの？台湾は台湾人です。中国台湾人です。だから台湾トークがチャイニーズトークは結構セイ？あ、ノー、違うの。でも、OK。 Some people can sayCan understand Taiwanese by sharing it like that. そうだね、あの、酔ってきて全然なんか、あれ、言い場所わかんない。いや、わかるんだけど、人に酔ったら、多分チャイニーズ喋っても分かるけど、
人によったら分からない台湾の人。だから東京と関西もさ、関西の人たちが言ってることが東京の人からしたら強く呼ばれてるっていうふうに思ってたりしたりとかするじゃん。でね、あれすべきそれで感じたのもあるし、なんかさ、え、どこ出身？岩手。意外すぎ。真っ先の方からかな。まあ、そう、あの東北はダメ、あの入れちゃダメ。東北は、うん、あの、うんうんって感じで、タツヤって、本当にその感情感情でここ住みたいってたまに言うのに、うん、ちょっと大阪住みたいって言う時もあれば、福岡住みたいって言う時もある、うんうんうん、で、当時大阪住みたいでタツヤがいた時に私一緒にね、やっぱこう仕事で大阪に行ったわけ。その時に、タツヤがずっとね、タクシーにちょっと私みたいに本人に言うわけじゃないんだけど、ずっと許さないって言うのよ。なんで？で、あの大阪の人はこう気持ちいい私はタメ口だと思ってて、で、達也はやっぱりこう人間として足硬いからさ、働いてらっしゃるんだったらその口の聞き方が違う。こっちがお金払ってるわけでしょのタイプと、あれはあっちは誠意のタメ口って関西人は思っちゃうのね。それを思ってて、関西でタクシー乗った時にタメ口使われたら、それはやっぱり関西の文化って思うじゃん。この前新宿から渋谷まで行ったらさ、え、ここって言われたら、NO! え、東京の私え、これ、いや、びっくりした。で、一緒に乗ってたのタクシー、ディスカバー行くときかな。He didn't say it, 敬語、尊敬語、He didn't use it. Yes. わ、え、ここは、ここって思ってた。で、プレイス、地域だよね、はい、うん、あれ、チャラかった。でも、イケメンだったから許した。で、タコは大阪でそれをずっと私に言ってたから、あんた住みたいって言ったから、あんたは絶対大阪に住めないよ。それでいちいちイライラしたら住めないよ。イライラって言ったら住めない。え、何これみたいな。あれはね、悪気がないのよ。でもやっぱり関東で感じるタメ語って、でも私、ノリは関西なんだと思うんだよね。そうよ、だから多分住みたいのも分かる。距離の詰め方も多分関西だと思う。早くて分かるしね。ということで、じゃあ次の店行きましょうか。そうだね。セカンドストリートです。どうぞご覧ください。アップルケア入った方がいいよ。なあな。イケメンをね。イケメンをね。いや、家じゃねえだろ、お前。あとダニエル強いんだよね。家系は今使い物にならないでしょ。あなたってマジですよ。